イカ、イカ、イカ、ヤーラギョ、エー、スクイド、ツツイカ、またはカタルフィッシュ、コウイカは、海生軟体動物の一群である。分類学上は、軟体動物門と即綱な0腕、形上目、または10腕、形目とされる。10腕目とも、神経系や筋肉がよく発達していて、大抵の種類は夜に行動する。 ロートからの噴水と外灯膜の収縮、ヒレを使って前後に自在に泳ぐ。10本の腕は筋肉質でしなやかに伸縮し、腕の内側には基チん質の吸盤が並んでいる。吸盤にスパイクのような鋭いトゲが並ぶ種類もおり、これは獲物を逃さないための適用と考えられる。実際の腕は8本で、残りの腕2本は吸盤が先端に集中する。 食腕と呼ばれる構造である。この食腕を伸縮させて、魚類や甲殻類を捕食するが、釣りの時に食腕をちぎって逃げることや、手鍵以下の仲間では、成長に伴い食腕も欠くことから、必ずしも必要というわけではないようである。甲以亀、目、団子イカ目、トグル甲以亀目では、食腕は、第三腕と第四腕との間にあるポケットに収めることができ。 普段は八本脚に見える。平岸目、海岸目では長さを縮めることはできるが完全に収めることはできない。体内には貝殻を持つが種によって素性や形状が大きく異なる。平岸目、海岸目では有機質の白膜で軟甲と呼ばれる。甲以下下では石灰質の船型でイカの甲、またはイカの骨と呼ばれる。トグでは オウムガイのように巻き状で内部に規則正しく、隔壁が存在し、細かくガスの詰まった部屋に分けられている。皮膚には、色素細胞がたくさん並んでおり、精神状態や周囲の環境によって、体色を自在に変化させる。調理に際して、両目の間にある神経系の基部を刺して締めると、直ちに体色が白濁する。以下は、本来の心臓の他に、 二つのエラ心臓を持っている。エラ心臓はエラに血液を吸収する働きを担っている。イカの血は、同タンパク質であるヘモシアニンを含むために、青色である、ほとんどの脊椎動物血液中に含まれる。鉄タンパク質のヘモグロビンは赤色。特にダイオウイカなど一部の深海イカは、浮力を得るために、塩化アンモニウムを体内に保有している。特定のイカにある、 えぐみはこのためである。特にダイオウイカなどは辛くさくて食えたのではないという報告もある。体の大きさに対しての眼球の割合が大きいことから行動の多くは視覚による情報に頼っていると思われる。イカやタコの眼球は外見上脊椎動物の眼球とよく似ているが、全く異なる発生過程を経て生まれた器官であり、内部構造に明確な違いがある。目の進化。 研究によると同じタンパク質とツールキット遺伝子によって平行に獲得された器官である。脊椎動物と違い、視神経が網膜の背面側を通っており、視認の邪魔にならない。そのため視力に優れ、盲点が存在しない。嗅覚や味覚に関する研究はほとんどない。敵に襲われた時など、ロートから水を勢いよく噴出し、ジェット噴射の容量で空中に飛び出し、 腕とヒレを広げた状態で滑空する種もいる。学術的には、等足図なのなの通り頭部に足を持つと解釈されているため、イカを縦長に表示する際には、足がある方を上に配置する。全世界の浅い海から深海まで、あらゆる海に分布する。淡水域に生息する種類は確認されていない。体長は2センチメートル程度から20メートルに達するものまで、 種類によって差がある。小魚、甲殻類を主食とする。天敵はカツオやマグロなどの大型魚類、カモメやアホードリなどの鳥類、アザラシハクジラ類のイルカや、マッコウクジラなどの海生哺乳類である。敵から逃げるときは、頭と、胴の間から海水を吸い込みロートから一気に吹き出す、ことで高速移動する。さらに、体内の炭袋、牧獣のから炭を吐き出して、 敵の目をくらませる。タコの墨は外敵の視界を遮ることを目的とし、一気に広がるのに対し、イカの墨は一旦防水型にまとまってから大きい、広がる。防水型にまとまるのは、自分の体と似た形のものを出し、敵がそちらに気を取られているうちに逃げるためと考えられている。十、腕型類、イカは八腕類、タコと近縁だが、姉妹軍の関係にはなく、 イカの姉妹群は、コウモリダコだとする説が有力である。十、腕がたるは、伝統的には、食腕を収納できる、高位科目と、収納できないつついカ目の二目に分けられ、つついカ目は、原膜がある、平岩科目と、原膜がない海岸科目に分けられてきた。しかしは目を細分する傾向にあり、細かく分けた場合は、つついカ目は、平岩目、海岸目に、 高カメは高ンゴイカメ、トグロ高カメに分割され、5目となる。ツツイカメは分割せず4目とする分類、高カメからダンゴイカメのみを分離し3目とする分類もある。これらの目の内海岸目に、科、属、種の大半が含まれる。の分子系統によると、伝統的な2目はいずれも単系統ではない。細かく分けた5目間の系統関係は、 解析法により異なる結果が出ており、団子イカメ、高イカメ、平岩目、トグロ高イカメが、個人に分岐したか、あるいは、海岸目が最初に分岐し残りが単系統をなす。ただし、競技の高イカメも単系統ではない可能性がある。抗議には高イカメに含める、抗議には高イカメに含める、槍イカ目とも、筒ついカメ内の亜目、あるいは下目とすることも、 スルメイカモクも、スツイカメ内のアモク、あるいはシとメとすることも、食用になる種類が多く、日本では軟骨やくちばしを除くほぼ全身が食される、くちばしも、周囲の肉は、トンビと呼ばれて、珍味とされる。料理、加工法も刺身、焼き、揚げ、カレーやパスタの具を含めた煮物、炒め物、塩辛、干物など多彩である。 酒の魚としても好まれる。イカ焼きはお祭り、海の家の屋台の定番となっているほか、イカそうめん、イカ飯などが収穫量の多い地域の特産品となっている。長野県では古くから保存食として用いられていた塩イカ、茹でたイカの腹にゲソと共に嵐を詰めたものが現在でも食べられていて、学校給食でも供される。干したイカは出汁取りをとして東アジア、 東南アジア全域で好まれる。しかし、中には、ダイオウイカのように食用には適さない種も存在する。日本は、世界第一のイカ消費国であり、その消費量は、世界の年間漁獲量のほぼ2分の1。2004年現在、約68万トンとも言われている。また、イカの一種であるスルメイカは、日本で最も多く消費される、魚介類である。 他にギリシアなど聖教徒が多い当地中海地方では、時のためイカ料理がよく食される。スペインやイタリアなど地中海の国でも常食される。逆にユダヤ教では、鱗がない海生動物はカシュルートでないため、イカを食べることは禁じられ、欧米諸国でもタコと同様不吉な生き物とされ、イカを食べない地域は多い。栄養的には、ビタミンイータリンが多いほか、亜鉛。 DHAEPA も豊富である。イカは消化しにくく、胃もたれの原因と思われがちだが、消化率は魚類と大差ない。イカは、アニサキス寄生虫の宿主である。食材として用いる際は、加熱、またはマイナス20度以下の環境で24時間以上、冷凍するのが望ましい。生食する場合は、目視で確認し、かつ、刃物で切れ目を入れて提供する。 醤油、わさびでは死滅しない。内臓は生殖してはならない。他、揚げかまぼこの類など様々な揚げ物の具として使用される。食用にする際には10本の腕すべてを日本では下足、下足と呼ぶ。主なイカ下ソ料理としては天ぷらから揚げイカ天、すり身の天ぷら、塩からがある。パスタのソースに使ったイカスミスパゲッティやパエリア、 アロスネグロに混ぜるなどして使われる。中朝線はイカゴロと呼ばれ、イカ塩からの特徴的な味を構成する。ルイベとして食べられることもある。加熱するとかニの中朝線であるかに味そのような味となる。しかしイカ加工時の発生量に対して需要は少なく、廃棄物として処理されるものが多い。他の生物の中朝線と同様に、カドミウムの含有濃度が比較的高く、 通常食する量では健康に影響はないが、廃棄物として大量に処理したり、飼料として家畜類の主食に用いる場合は問題となる。イカは魚類などより飼育が難しいため、一般的な趣味とはなり得ていないが、一部の水族館では展示が行われている。ホタルイカの群遊海面がある富山県ではホタルイカ漁が観光資源として活かされている。 漁期には青白く光るホタルイカが漁獲される様子を間近に見られるほか、ナメガワ市の博物館、ホタルイカミュージアムやウオズ水族館で捕獲個体が展示される。また安価なことから水族館で他の魚や怪獣の餌として広く用いられる。漁法としてはイカ釣り漁船によるものがあり、修魚島によって集まった一般的には イカは光を求めて集まる習性があるとされるが、本来夜行性であるため、むしろ修魚灯の強い光を避けて、船の陰に集まっているだけという説もある。イカを自動イカ釣り機で釣り上げる。日本におけるシーズンは、イカの種類により異なる。イカの語源については、イカ飯い形に由来するとの説などがあるが、はっきりとしていない。漢字、イカの由来は、 海に飛び込んでイカを食べようとしたカラスを、イカの方が巻きついてべてしまったとの故事に由来するとの説や、黒い墨を吐き出すことから黒を意味する、カラスの属という字が当てられたとの説など諸説がある。イカの数え方は状態によって異なる。生きているとは引きだが、水揚げされると逆き、ホストバイである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。